いさかいか？大したことじゃない。あんたに礼を言わなきゃね。大鷹を討ち取り、天蔵のことを許してやったろ。大鷹のことはいい。だが天蔵は息を血で怪我したくなかった。そうはいかないんだ。もうこの船が沖に出てる。手下の腹を満たせる食い物を積んでるから、ぜひ奪いたい。悪名高い侍の手を借りたいと？あんたの父ほどじゃないさ。わずかな食料のため手下の命を危ぶみ、かつての敵を頼るのか？まことの狙いを申せ。娘だよ。肝心なのは娘だな。ああ、それが本心だ。もしや手下は全て娘を救うためだと知らんのか？知られれば騒ぎになる。争いが起きでもしたら大鷹族が気に乗じる。娘だけは失いたくない。手下と乗り込み、あの子を救ってくれ。頼むよ。分かった、手を貸そう。 ありがとう。出発は日の出。それまでは宴に加わるか船で休みな。今は楽しんでおけ。日の出に立つぞ。一杯飲めよ。嗅いだことのない匂いだな。ここじゃそれが酒なんだよ、堺人。酔いたい気分なんだろう。俺の秘蔵の酒で我慢しろ。毒を盛るなら強くしておけ。大鷹の毒を生き抜いたのだぞ。そう案ずるなら俺も付き合ってやる。何に乾杯する？この息に。泣き言吐いてる場合か。あんたも書けないよ。五か。おじ上とたしなんだな。参加するにはちと遅かったが、銭をかけるには遅くねえ。さあどちらにする？白か黒か。白が勝つ。よし来た。後で寄りな。どちらが勝つかね。前を向くんだ。明日は今日と違う風だ。柱がいねえな。バカ言え。宴に出なかったことあるか？一度だけ。あの後だ。おい、人がいるぞ。仲間を連れ。この船は財宝を積んでるんだと。頭の言うことだろう。嘘なのか？頭は何か隠してやがる。前も同じことがあったが、その時は兄弟が死んだ。船で休むか。Oh.
ゲージを引けないってのか。全て明かすまで船には乗らねえ。何事だ。飯を奪えってのが妙なんだ。どうしてあの船にだけ執着する。敵はすでに動き出してる。言い争ってる時か。頭、答えてくれ。断る。答える筋はない。ジン、口を出すな。頭の味方は誰だ。俺たちか、人斬りの息子か。お前にもみんなにも私は身を粉にして勤めてきた。船の支度を急げ。仰せのままに。手下を浜で待たせてる。行くよ。気に病むでないぞ。ああ、もうすぐ時に会えるしね。顔は似ておるか。他の捕虜と見分けられなくては困る。顎は似てるね。目も似てる。あとはなんだ。今どんな顔になったんだろう。行くとせも会ってない。親がそばにおらんのは難儀だ。子供はいる。いや、父上だけだが、よく知らん。本心は決して見せぬ人だった。存外あの人斬りと私は差異がないのかもしれないね。ああ、俺もだ。石膏だ。切るなよ。ヤス、どうだい。あいつら
荷を積んでるところです。気づかれてませんね。見つかれば沖に退かれる。逃がしやしない。いつでも砲を燃やせる。旧兵が配置についた。船に忍び寄り不意をつこう。荷は一つも傷つけるな。その案に乗ろうか。先駆けを務めるならね。船を奪え。一人も生きて返すな。Der Mund bei Starsla. Oi, und du kriegst zu hart da. Oi, und du kriegst zu hart da.
んなところに。トッキー、待たせてごめんね。この子は薬で心を病んでる。私が迂闊に渡したばかり。薬が強く中毒になったか。私は気づきもしなかった。トキが幾人も手下を殺すまでは。仲間殺しは死罪、私の掟さ。娘でさえも。だけど逃がした。手下はみんな怒ってね。去る者も恨む者もいた。自らの掟を破ったのはあの日で最後。でもなくしたものは戻らぬ。己を責めてはならん。一度この子に会った。思いがけず見かけたんだけど、夢うつつで糞尿にまみれて幾日もさまよってたんだろうね。不意に腹が立ったんだ。で、ただ立ち去った。連れて帰らずに。まだ間に合う。船から降ろそう。ああ、こいつは驚いた。てめえの娘を助けるためだったのか。俺の兄弟を殺した女だぞ。トキはその罪を十分に償っただろう。十分、一人で納得するな。だが礼を言え。そいつの喉をかっ切る前に別れくらい言わせてやるよ。この娘を今殺せるのは鬼だけだ。てめえにゆかりのない女だろう。いや、もうある。私に従う気のある奴は下がりな。ネズミはこの手で殺す。死体を海に沈めとけ。あやつに味方する者は少なかった。お主は慕われておるのだな。私も驚かされたよ。トキは人を殺した。誰かの父、兄弟、夫を、親子じゃなかったら許しはしなかった。それでも許された。娘も。心はここにないけど、体はここで今でも苦しんでる。そばにいてやりたい。ありがとう、ジン。心安く過ごせ。
Thank you.